おはようございます。美容と健康はイコール、広島県安芸郡海田町にあります美容整体サロン野心さんの店長の富岡です。私の兄もですね、いつも見てくれてるそうで、美容と健康はイコールだから言ってくれてますけども、着々とね広まっているようで嬉しいです。兄貴、いつも見てくれてありがとう。はい、今日1月22日はですね、カレーの日だそうです。日本のね国民食とも言われるカレーなんですけども、子どもたちのね学校給食でも人気ランキングのトップの方に入るそうですね。でちょうどですね、昨日、社長とあとスタッフとですねカレーの話になったんですよ。で玉ねぎの甘みを引き出す方法ということで、社長がねやってらっしゃる方法を教えていただいたんですけども、玉ねぎの皮をむいて丸ごとお鍋に入れまして、3分の2ぐらいですね、浸かるぐらいお水を入れて約30分コトコト煮るんだそうです。そうすると玉ねぎのね甘さがすごく出て美味しくなるそうですよ。よくね飴色になるまでこう炒めるというふうに、よくね聞くんですけども、香ばしさは出るんですけども甘みが出るのはこの丸ごと剥く方法の方が、甘みが出るそうです。ぜひ皆さんもね一度試してみてください。はい、広島地方ですね、今日気温は9度ということで、暖かい朝を迎えてますね。すでに、雨が降ってますので、皆さんどうか足元にお気をつけてですねお出かけください。はい、それでは今日も一日元気でね頑張っていきましょう。